ここまでの学習でツールバー上のアイコンで書式が変更できるようになりました。第3章ではメニューバーからも同じ操作ができるようにしていきます。フォームにメニューを配置します。デザインウィンドウに表示を切り替えます。ツールボックス内のメインメニューをダブルクリックしてください。メニューバーがフォームに配置されました。フォームの下側にメインメニューというメニューバーの機能を設定するアイコンが表示されました。プロパティウィンドウでネームプロパティをメインメニューに変更しましょう。メニューに表示する文字列を入力します。メニューバー上のここへ入力の文字列をクリックしてファイル &F と入力してください。ここで &F というようにアクセスキーを設定するとユーザーが操作しやすくなります。プロパティウィンドウ内のネームプロパティをファイルメニューアイテムに変更してください。ファイル F の右隣に書式メニューを作ります。ファイルの右にあるここへ入力をクリックし書式&Oと入力してください。ネームプロパティはフォントメニューアイテムに変更してください。次に2つのメニュー項目にサブメニューを追加していきます。ファイル F を選択しその下に表示されるここへ入力をクリックします。新規作成&N と入力しましょう。ネームプロパティはファイルニューメニューアイテムに変更してください。サブメニューにはショートカットキーを設定してクリック操作と同じ働きをさせることができます。ショートカットプロパティの右端にあるボタンをクリックしてプルダウンメニューからコントロール N を選択してください。これでコントロールキーを押しながら N キーを押すことによって新規作成ができるようになります。次に新規作成メニュー項目の下に開くというメニューを追加します。メニュー名を入力するときに開く&O…というように末尾に半角のドットを3つ追加してください。ネームプロパティはファイルオープンメニューアイテムに、ショートカットプロパティはコントロール O に変更してください。開く O…のように末尾にドットが3つ入力されているメニューは選択されるとダイアログボックスが表示されることを意味しています。ここまでと同じように操作を行い、ファイルのサブメニューに上書き保存、名前をつけて保存、終了を追加してください。それぞれの設定内容はこのようになります。正しく設定できるとこのようになります。
また、書式のサブメニューにも、太字、車体、架線を追加してください。それぞれの設定内容は、このようになります。正しく設定できると、こうなります。第3章では、メニューバーを作成しました。メニューバーは、皆さんがいつも使っている Windows アプリケーションで、必ずと言ってよいほど使われているものです。操作しやすい画面を作る上で、欠かせないコントロールなので、しっかりと復習しておいてください。